河瀬修次河瀬修次昭和3年4月2日は、日本の武士、官僚、実業家。小菅県やインバ県、熊谷県などの県令を歴任後に、中央官庁を経て、実業界に転じて活躍した。中外物価新報を総監。フェノロサ、岡倉天心らと、日本美術の振興に尽力。東京美術学校設立にも尽力。単語出身。本性。 牛久保、通称、外へ、我号、運営。君四等。藩士、馬、久保重弘広の三男として生まれる。海元年、西を見込まれて、過労職を務めていた、河瀬治久の養子となり、藩主、本城宗秀より一時を与えられて、修士と名乗る。文久二年頃から、尊能上位運動に参加する。ところが、慶応四年のとば、伏見の戦いで、 宮津藩は幕府軍に参加して大敗、西園寺金持を総督とする三人道陳部軍の標的とされてしまう。河瀬は藩内の議論をまとめて西園寺らと会見して強順の意を伝達した。この対応の早さが幸いし藩主本城宗武お及びその父である宗秀の罪は不問とされた。明治2年新政府に出資すると武蔵地検事に任じられ、 翌年に、小菅県に解消後には、道県県知事から知事として職に泊まり、外国語学校の開設などを行う。明治4年、廃藩置県後の府県再編に伴って新設された、印馬県の県令に転じる。印馬県では、茶の生産拡大や、牧場設置のために、フォーレスキプロンを招聘して、指導を受けるなどの政策を行うが、明治6年に、 県のの再編成の方針が固まるその結果、川瀬は新設される熊谷県の初代県令就任を前提に合併元となる群馬県と入間県の両県県務の県令に転じ、同様に印馬県でも千葉県新設を前提に隣接する木更津県のご令柴原和が印馬県ご令を兼ねることになった。そして6月15日、熊谷県が発足して川瀬は 初代県令となった。熊谷県では、県内にある官営富岡製市場の成功に乗る形で、同様の近代的な製紙工場の設置を進め、前橋や熊谷に学校を新設した。明治7年に内務省に入省して、内務大、進む県官業領門の神として、明治10年の内国官僚博覧会を成功させた。その後、欧州視察の経験を活かして、 渋沢栄一、五代友厚らと共に、明治13年に、日本最初の商工会議所である、東京商法会議所を結成。同年には、佐野城民と共に、留置会を結成して、副会頭に就任して、美術奨励に当たった。また、アーネストフェノロサを支援して、官画解説率に尽くす。明治14年に、内務省から、 農商務省に商務局長兼公務局長として移籍する。明治15年創立された大日本農会の幹事に就任した。農商務省有品川矢次郎との対立を機に退官した川瀬は、留置回復会等の職務を続けながら、翌年には横浜商金銀行取締役に就任し、明治18年には茶業組合結成に尽力して茶の生産。 輸出の拡大事業に尽力した。また、増田ガ氏ともに、中外商業新報を創刊している。明治20年には、製紙会社の不士製紙の設立に発起人の一人として参加する。設立時から明治24年までの4年間、同社の初代社長を務めた。ありがとうございます。